意外ないやまあでもその間は登録者27万人くらいいるからでもなんか俺思ったよな登録者27万人おりやんまあねでまあ俺令和チャンネルやんとチャンネル登録するってことは俺のこと一回見たことあるってことやろだから俺が多分今日だけ家止めてくれって言ったらさワンチャン止めてくれるやんもう大抵止めてくれるやんだから27万件あるやろって考えたら1年百365日やん俺もうさファンの家泊まり続ければ生きていけるんじゃねみたいなさっき思ったよなもうやめちゃおうかな YouTuber どうこれこの作戦。もうだってね、毎日毎日、このなんか、点々としていとったら、ファンの、令和ちゃんの生きずも、お令和さんやみたいな、感じになるしね。<laughs> だあ、移動いかかる。そっかー、しまった。いや、そこは送ってもらおう。ちょっとここまで送ってくんねみたいな。これ、近場でこうやって、こうなんか、そういうの、セーターみたいな感じで繋いでから、こうやって。で、最後自分の家泊まってから、あの、実家泊まってから死ぬみたいな、そんな感じ。そこで墓で眠るわ。うん。止め、止めろよ で止めてくんねえんだよ止めろよ飯も食わせろ布団もよこせ風呂も入らせろチンポもしこってくれなんなら、聖書にも頼む全部やってくれすべてお尻も拭いてくれうんちも出させてくれうん。犬小屋でいい全然よ止まります。なんなら、ワンって泣けたらワンって泣くわ。プライドなんてもともと持ち合わせてない。プライドが生まれない環境で育ってるから。 これでね、なんかその女にモテるとかさなんかお金いっぱい使ってからなんかうわーみたいになるみたいなすごいなんか高いもん買うとかさそういうことやっとったらプライドみたいなの生まれるかもしれんけど YouTuber だみたいになるかもしれんけどないねえ浮かれた話がねえなぬんだ毎週よアホ見て長くはよいいフットボーで消えてくしよああめんどくせえよだるいや女にもモテねえしよ 顔出した時はよ、ワンちゃんなんかちょっと女にモテるからとか思ってたけど、そういうのもねえしよ。ああ,あ,とあ、すみません。行きました。